岐阜県道七十二号へなひるか東白川線、国道二百五十六号へ接続する、終点付近、鴨郡東白川村上と岐阜県道七十二号、えなひるか東白川線は、岐阜県へな市長島町中野から同県中津川市、ひるかを経由して、同県鴨郡東白川村上土に至る県道である。へな市長島町、中野のへなインターチェンジ北交差点が起点。 中央自動車道に沿って進んだ後、阿川左岸に沿って北へ向かう。大井ダムの下流の木曽川を篠の目橋で渡り、今度は和田川に沿ってしばらく進む。和田川を渡ると、中津川市昼川に入る。広石間の前を通り、昼川市街の北東側を介して再び、和田川に沿って北に向かう。縁が根峠を越えると、鴨群白川町に入る。 増ス川を渡ったところで、岐阜県道70号白川福岡線に突き当たり、左折し、5キロメートルほど重複して、増ス川に沿って、西に進む。白川町黒川の中心部付近で、岐阜県道70号白川福岡線と分かれ、今度は、V 字に戻るように柿反り川に沿って北東に進む。大田尾峠を越えると、鴨郡群東白川村に入る。 白川沿いの東白川村上土の国道256号交点が終点。2015年に開通した篠の目バイパスの基礎側にかかる、篠の目大橋、篠の目橋の老朽化などに伴い、近隣の西側に並行するような篠の目バイパスが事業化されて、2015年8月21日に同事業の2甲区の篠の目大橋が開通した。終点付近には白川が流れる。 えなし昼川にて篠の目橋から望む上流側にある、大井ダム。ありがとうございます。